今回はチンジャオロース、豚肉とピーマンの細切り炒めの作り方を紹介します。豚肉を細切りにするところが難しいですが、それ以外は簡単です。豚肉の柔らかさとピーマンのサクッとした歯ごたえが合わさった美味しい料理です。それでは作っていきましょう。材料は豚肉 200g、 ピーマン4個、たけのこ 80g、 生姜適量を使います。ピーマンは縦に 5mm 幅くらいに切ります。縦に切るとピーマンの甘みが出ます。たけのこもピーマンと同じ太さに切ります。横に薄くスライスし、並べ細切りにします。生姜はみじん切りにします。豚肉はもも肉を使います。繊維がまっすぐなものが切りやすいです。手の甲を豚肉に押し付けて、包丁を豚肉の下から入れ、包丁を上下に大きく動かしスライスし、上からしっかり押さえることで切りやすくなります。スライスした豚肉を並べていきます。豚肉を押さえている手を切れると同時に前に押し出します。包丁は手前に引き、押さえた手を前に押し出すことでうまく切り離せます。簡単な方法としては、豚肉を冷凍して半解凍できるのがおすすめです。それかスライスで売られている肉を細切りにするのでもいいでしょう。並べた豚肉を細切りにします。包丁を滑らすように上下に動かして切ります。切り離すとき包丁を倒していきます。これで肉がつながらなくなります。包丁は浮かさず、まな板の上を滑らす感じで切ります。豚肉は火を通すと縮むので、ピーマンより長くします。下味をつける。調味料を少量ずつ入れ、卵をしっかり肉に含ませるのが重要です。片栗粉を加え絡ませます。最後に油を入れて肉がくっつくのを防ぎます。中華鍋をよく温め、油をなじませます。鍋が温まったら冷たい油を入れ、温度を下げます。低めの温度で肉を油の中に入れ、ほぐして火を通します。油の温度が高いと肉が固まってしまいます。低い温度で揚げることで肉も柔らかくなります。
生姜を炒め香りを出します。ピーマンとタケノコを入れ炒めていきます。強火でしっかり短時間で炒めます。炒めすぎには注意しましょう。豚肉を入れ調味していきます。スープを 30cc 入れ味の素を少量入れていきます。水溶き片栗粉を少量入れます。最後に化粧油をして完成です。今回はチンジャオロースの作り方を紹介しました。ピーマンの美味しさが一番引き出される料理だと思います。ご家庭で作るには簡単にスライス肉を細切りにして炒めて作るのもいいでしょう。このチャンネルでは中華料理を始める方や趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。